こんにちは。あなたは女性と両思いになったことはありますか？実際に経験がある方は、その時どのような方法で女性と両思いだと知りましたか？好きな女性ができたら両思いかどうか知りたくなるものですよね。それはごく自然なことです。両思いのサイン見逃したくないですよね。そこで今回は、好きな女性と両思いかどうかを確認する方法を皆さんにお伝えしていきます。両思いの経験がない方でもイメージしやすいと思いますので、ぜひ最後まで視聴してみてください。両思いだと分かった瞬間の女性の反応。もしこの人と両思いかもと思った時、女性のどこを見れば確信が持てるでしょうか？それは女性の顔、特に目です。表情豊かな女性もいれば、あまり表情が顔に出ない女性もいます。ですが、自分にとって嬉しいこと、例えば意中の男性と両思いだということが分かった瞬間は、どんな女性も必ず表情に出るもの。その代表的な例が、嬉しいという気持ちが前面に出た表情です。その時の女性の目は、きっと優しさ、嬉しさ、あなたを愛おしいという気持ち、これらが混ぜ合わさったような何とも言えないキラキラとした目をしていることでしょう。あと一つ挙げるとしたら、好きな男性と両思いだということが分かって純粋に驚いている表情です。これは心の底からびっくりしているような表情で、その時の女性の目はキラキラしつつも驚いて見開いているでしょう。このような女性の表情、目つきを実際に見てみたいと思いませんか？その場面にたどり着けるよう、好きな女性と両思いかどうかを確かめるための方法をご紹介していきます。1. 以前話した話題を出す。だいぶ前に話した内容を覚えていてくれると、男女問わず覚えていてくれたんだと嬉しくなりますよね。男性は些細なことを覚えておくことが苦手な傾向にありますが、女性は好きな人のことであれば話の内容を覚えています。しかも好きな男性の話であれば、より詳細に覚えている傾向があります。あなたに好きな女性がいて、両思いかどうかを確認したければ、まずは前話したかもしれないけど、と以前話したことに関しての話題を振ってみましょう。その話覚えてる。その内容って何々だったよね。など、女性からは様々な答えが返ってくるはずです。その中でも多くの内容を覚えているほど、あなたのことが好きだと想像できます。ではなぜ女性が好きな人の話を細かく覚えているのでしょうか。答えは簡単です。女性にとって好きな男性というのは特別な存在。好きな男性のことに関しては、何でも知りたい、把握しておきたいという純粋な知りたい欲求があるからなのです。それが原動力となり、細部まで記憶できるのだと言えるでしょう。ですが、ただ単に記憶力がいい、あるいは仕事の癖などで自然に記憶できる女性もいます。本当に自分のことが好きで話を記憶しているのか、ただの癖で記憶しているだけなのかを知りたいときは、女性のセリフに注目してみましょう。淡々と過去の話の内容を語っていれば、あなたは女性から何とも思われていないということになります。慎重に女性を観察して確認してみてくださいね。 2. 二人きりで話すときの表情を観察する。好きな人と二人きりで話すことは、男性も女性も緊張しますよね。けれども、好きな人と関わる絶好の機会でもあるため、他の人と話す時よりも意気込みが違うでしょう。二人きりで話す機会があったら、女性の表情を観察してみてください。きっとその時の女性の表情は、嬉しさと恥ずかしさが入り混じったようになっており、それでいて目元は何か大事なものを見守るかのように優しさに満ちていることでしょう。それはまるで自分の子供を見守る母親のよう。もしくは気分が高揚し、嬉しさや戸惑い、恥ずかしさなど、いろいろな感情がこもった表情をコロコロ変えているかもしれません。 3. わざと視線を合わせてみる。好きな人と視線を合わせた時、どんな感じがしますか？きっと目が合った瞬間、ドキッとして混乱してしまうでしょう。予告なしに突然目が合うとドキドキしますが、それよりも好きな人と目が合ったという事実に女性は戸惑っていると言えます。女性は男性よりも運命や直感を大事にしているもの。同じタイミングで目が合ったということは、今同じことを考えていた、同じことを考えているということは気が合うということ、
気が合うということはお互い両思いの可能性があると考えを巡らせます。結果としてもしかして両思いという考えに至るのです。女性からするとこれが運命ということになるのでしょう。視線を合わせるだけでここまで思考を巡らせるなんて男性からするとすごいと思うかもしれません。もちろんたまたま視線があっただけと考える女性もいます。この2つのタイプの女性の見分け方をお伝えしましょう。あなたと両思いである女性の場合は目が合った瞬間に顔が赤くなったり体がビクッとしたりするので一目でわかると思います。ぜひ試してみてください。4. 容姿を変えたことを内緒にして近づく。自分の変化に気づくかどうかを試すこの方法、女性は男性よりも変化に気づきやすいということは皆さんご存知でしょう。あなたのことが好きな女性は普段からあなたの様子を観察しています。だから髪を切った、服装の好みを変えてみた、眼鏡などの持ち物の一部を変えてみたといった些細な変化に気づくでしょう。好きな人とはいえ普段から観察されているなんてストーカーみたいと思う方もいるかもしれません。でも好きな人のことならずっと見ていられると思うのが女性。どんな姿でもあなたのことを目に焼き付けておきたいと考えているのです。この方法で両思いかどうかを確かめる場合は近づいた時の女性の表情をよく見てみてください。すぐに変化に気づき驚いたような表情をすればあなたと同じ気持ちだと考えられます。ここで紹介している方法の中でも手軽にできる方法なので気軽に試してみてもいいかもしれませんね。 5. 二人の間に秘密を作る。二人の間に他言してはいけない秘密ができると密接の中になりやすいという傾向があります。秘密を作ることによっていい意味で共犯意識に似たようなものが生じるからでしょう。特に女性は男性からこれは二人の秘密だよという言葉を聞くだけで私はあの人から特別な存在として見られていると優越感を感じるもの、他の女性よりも自分は優位に立てていると思うのです。二人だけの秘密は仕事のこと、共通の知人に関すること、プライベートなこと、秘密ならどんな内容のものでも構いません。ですがおすすめは自分たちの関係の秘密を作ること。例えば今日二人で食事に行くことは秘密など、女性はこのような2人だけの秘密を作ることを好む傾向にあることを覚えておきましょう。2人だけの秘密という状況がまるで不倫のような何かいけないことをしているような状況を想像させるからです。あなたに今一気に距離を詰めたい、両思いかどうかを確かめてみたいという女性がいればこの方法をおすすめします。ですがたとえ女性が危ない状況を好むとしても本当の不倫をしてはいけませんよ。いかがでしたでしょうか。今回は両思いかどうかを確かめる方法を5つ紹介してみました。お互い面と向かって好きだと言えるのであればここで紹介したことを試す必要はありません。でもそれは難しいと思う方もたくさんいるでしょう。そのような方はぜひここで紹介した方法を実践してみてください。実際に試してみた方からの感想ぜひコメント欄に記入していただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。